レイズ・オブ・サンダーは1990年に公開されたアメリカ合衆国の映画。監督はトニー・スコット。脚本はロバート・タウン。トム・クルーズ主演。日本では1990年6月29日に公開された。2009年4月24日にブルーレイディスク版を発売。本編の他に特典映像として劇場予告編を収録。なお、 本作は、同年に結婚するトム・クルーズとニコール・キットマンが共演した最初の作品であり、その後2001年に離婚するまでに、遥かなる大地へ、と、アイズ・ワイド・シャットにて共演している。46シティ・シェビー・シボレ・ールミナ。コールが最初にドライビングしたマシン。才能と野心に溢れ勝利への執念に燃えるドライバー、コール・トリクル。かつて、米国自動車クラブ選手権で、 数々の勝利を収め、インディアナポリス500の勝利を目指しながらもフォーミュラカーのレーサーとしては挫折した経験を持つコールは、シボレーディーラーの大物で、ナスカーチームオーナーでもある、ティム・ダランドによって、ストックカードライバーとしての才能を生み出される。コールと同じくかつては、伝説的なクルーチーフとして、名を馳せながらも、担当ドライバーの事故死により、現場を離れていたハリー・ホッチは、ティムにより、 コールの走りに引き合わされて、現役復帰を決意、コールのために、ボレールミナを制作し、コールと共に、デートナ500のウィンストンハイを目指す。ハリーは時にコールと意見を衝突させながらも、クルーがかわすナスカー特有の用語を理解せぬまま、トラックを走り続けているコールの実態を見抜き、ストックカー特有のドラフティングの極意を伝授して、次第にコールの実力を引き出していき、 やがてコールはダーリントンで初の勝利を手にする。しかし新たなスポンサーを獲得して挑んだデートの美しいジョイのクレアの解放によりコールは回復を果たす一方、ローディには怪我の後遺症が残り復帰が困難となった。ライバルを失った失意が言えぬままティムのチームに復帰したコールを待っていたのはコールが欠場中にティムが新たに見出した若手ドライバーラスであった。 ラスと激しい競争の中でコールは冷静さを失っていき、ノースウィルケスボロスピードウェイのレースで、ラスの策略で勝利を逃したコールは、怒りに駆られて、ウィニングラン中のラスの車体に、自らの車体を激突させてしまう。ティムはコールとハリーを共に解雇。自信を失ったコールを支えるクレア、そしてコールに、自らの夢を託す、ローディ、さらには、ハリーの奔走によりコールは新たな車体。 新たなチームメイトと共に、デートな500の舞台に立つ。そして、コールはレースに必要な、勝つための、そして生きるための、本当の勇気を取り戻すのである。コールトリクル・エン、トム・クルーズ主人公の若手ナスカードライバー。ティム・リッチ・モンドが、キャラクター像のモデルであり、ラストゲームは、リック・トリクルにちなむ。車両は46シティ、46式シェビー・シボレー46。 スーパーフローシボレー51メロイエローシボレーを乗り継ぐ。クレアルイッキー・エン、ニコール・ギッドマン・コールと恋仲になるのを神経外科医。ハリー・ホッチ・エン、ロバート・デュバル・コール社のクルーチーフ。ハリー・ハイドがモデル。ティム・ダランド・エン、ランディクエード裕福な自動車ディーラーのオーナーで、コールを最初に雇ったチームオーナーでもある。リック・ヘンドリックがモデル。ラス・ウィーラー・エン。 ケイリー・エルイス・コールが欠場中に、ティムが新たに雇ったドライバー。コールのチームメイトであり、後に、ライバルともなる。18ハーディーズ・シボレー・オカル。ラスティウ・ォレスがモデル。ローディ・バーンズ・ウェン、マイケル・ルーカー前年のウィンストンカップ王者で、コールの最初のライバル。車両は、51エクソン・シボレー。デイル・アーン・ハートがモデル。ビッグ・ジョン・エン。 フレッド・トンプソン作中のナスカーオーナー。現実にビッグ・ビルとあだ名されたビル・フランス・シニアがモデル。バック・ブレザトン・エン・ジョン・シー・ライリー・コール社のカーチーフ。エンジル・ライリーは後に、タラデがナイト・オーバルの狼に主演する。ワデル・エン・ジェイシー・クインド・ローディ社のクルーチーフ。名前は、ワデル・ウィルソンにちなむ。ジェニー・バーンズ・エン、キャロライン・ウィリアムズ・ローディの妻。 女性保安官をエンレイラにされるコールたちを逮捕する、ハイウェイパトロールを装ったストリッパー。ハリーがコールにいたずらするために雇った女性。ハーレーム・フーガハイドエン、クリス・エリス・コール社のガスマン、チョコレート・マイヤーズがモデル。アルド・ベネデッティエン、ドン・シンプソン・カメを出演する本作の脚本家。マリオ・アンドレッティがモデルで、ファーストネームはマリオの双子の兄弟であるアルド・アンドレッティにちなむ。 その他、佐久間勲、秋元陽介、小島敏彦、菅本の津田映像演出、加藤聡、翻訳、島新さん、制作、東北新社その他、古田信之、藤本譲る、村山明、塚田正明、沢木育也、種田文子、城山健、小室正之、秋元陽介、渡辺美佐演出、伊達交渉、翻訳、島新さん、調整、 熊倉徹、効果、デリレーション、プロデューサー、上田正人、日本語版制作、東北新社、TBS フェニックス、インターナショナルレースウェイでの撮影風景主要撮影は1990年早期に、シャーロットとデートナで行われた。スコットとシンプソン、ブラックイマーの間で、どのような構図で撮影を行うかの議論が、たびたび紛糾し、タウンは、 スケジュールの遅延に悩まされ、撮影スタッフは長時間手持ちぶさたとなり、後に彼らは割増賃金は4ヶ月間完全な休暇を取得するのに十分だろうと述べた。当初は同年5月初頭の完成を目指していたが、実際の完成期日は3ヶ月以上後で、その間何度も延期が繰り返された。撮影スタジオを統括する制作責任者は3度目の 遅延の段階でサジを投げ、シンプソンとブラックアイマーに対して、もはやスケジュールは重要な問題ではないと告げた。レースシーンの撮影デートなでは、シンプソンとブラックアイマーは、ホテルの空き店舗に、デイズ・オブ・サンダーの大きなネオンサインを掲げ、内部を私的なジムに改装するために40万ベイドルを費やした。シンプソンは、自分のアシスタントたちが、 ビーチでナンパした魅力的な女性に提供するために、クローゼットをダナキャランのドレスで埋め尽くし、友人とのプライベートパーティーには、ラッパーのトーンロックを呼んだりした。タウンは、撮影済みのいくつかのシーンの出来栄えを不服として、フィルムを破棄し、撮り直しを要求したために、フィルム代が余計にかさむ事態となった。当初約35万ドルの撮影予算はほぼ倍増し、 最終的に約1億ドルが必要となった。トム・クルーズが第62回アカデミー賞にて7月4日に生まれての作品賞受賞を逃したことも一部の予算がカットされる理由とされた。予算超過と遅延にもかかわらず彼らはクランクアップ後のフィルムの多くを放置した。その中にはコールトリクルのマシンがデートナのフィニッシュラインを横切るシーンも含まれていた。 コールトリクル、ローディ、バーンズ、ラスウィーラーの車両は、ヘンドリック・モータースポーツが提供した。スタンドドライバーは、当時現役ナスカードライバーであったグレグ・サックス、トミー・エリス、ボビー・ハミルトン、ハット・ストリック・リンが担当した。本物のレース映像を提供するために、実際にナスカー・ウィンストン・カップシリーズの1989年と1990年シーズンの3つの、 レースイベントの予選中に撮影が行われた。最初に1989年のオートワークス500でハミルトンとサックスの運転で撮影され、ハミルトンは予選を思いで通過し、本戦ではエンジンブローでリタイアするまでに5周のラップリードを取ったりもした。1990年に入り、年初のエキシビションであるデートナノブシクラッシュにて、サックスとエリスの運転で、 デートな500のシーンの撮影が行われ、その後サックスは46式シェビーシボレーでエキシビジョンにも出走、4週のラップリードを取り2位でフィニッシュした。その後ダーリントンのトランスハウス500でサックスとストリックリンの運転で最後の撮影が行われ、本戦ではサックスがクランクシャフト破損でリタイアするまで上位と絡む活躍を見せた。なお、 作中のコールの最初の車のスポンサーであるシティシェビーはノースカロライナ州シャーロットでリック・ヘンドリックが実際に経営しているシボレーの自動車ディーラーである。また2番目の車のスポンサーであるスーパーフローはエクソンのエンジンオイルの商標であり作中エクソンはライバル同士のコールとローディ双方のスポンサーを行っていたという状況が発生している。詳細は W ベイズ・オブ・サンダーを参照劇中音楽はハンス・ジマーが編曲し、ギター演奏はジェフ・ベックが担当した。主題歌のラスト・ノート・オブ・フリーダムはトム・クルーズ本人のリクエストによりホワイト・スネークのデイビッド・カバデールが歌唱した。カバデールのボーカルパートの録音はスリップ・オブ・ザ・タングのレコーディングと並行して行われたという。エド・ヒントンによると本作は電気映画ではないが、 主人公コールトリクルの人物像の多くの部分は本作の前年にエイズで死去したティムリッチモンドの経歴と重ね合わせたものとされる。また、いくつかのシーンは現実のナスカーの伝承やナスカーの歴史に基づいたものとされている。ビッグ・ジョンがコールとローディに語りかけるシーンは現実に1 9 8 0年代にビル・フランス・シニアが デイル・アーンハートとジェフ・ボーディンとの間で行った階段のシーンを元にしているし、コールが意図的にエンジンを。別のシーンでは、コールがピットクルーからアイスクリームを食べているのでピットインできないと言われるが、この事件は1987年のサウザン500で、ヘンドリック・モータースポーツのクルーチーフであったハリー・ハイドと、当時イエイズの療養で戦線を離脱していた。 ティムリッチモンドの代役として起用されたベニーパーソンズとの間で起きた事件を元にしている。また、作中にインスパイアされた事件の一つとして、マーティンズビルスピードウェイでハイドが慣れない、ショートオーバルに苦しむパーソンズに皮肉を込めて言い放ったリスタートの直後にペースカーに追突してみろ。今日お前はトラック上のあらゆるものに激突したと愚痴ってるが、まだ、 ペースカーが残っているだろうが、という無線通信も参考にされているという。また作中、コールとローディが互いのレンタカーをぶつけ合って破壊しながら競争するシーンは1950年代にジョー・ウェザリーとカーチ・スターナーの間で起きた事件が元となっている。作中のデートな500では、ハリーはコールに対してエンジン交換の必要があると述べ、コールに そのエンジンはどうしたんだと聞き返された際に、ハリーは盗んできたと答えるが、実際にはそのエンジンはマイオーナーのティームから送られたものであることが示唆される。後日これと類似した話が現実に発生している。1990年しマーティンの車のセッティング状態が思わしくないと見た、同じフォード系のイエーツレーシングを率いるロバートイエーツはテスト走行の際に、 同チームのデイビー・アリソンの車両をマーティンに貸し出した。フォードの勝利を願っていたイエーツはレースでもマーティン社をチームを挙げて支援したが、ポイントスタンディングではマーティンは26ポイント差でアーンハートに敗れ去った。マーティンはシーズン序盤のデートナ500でキャブレターに1、2インチのスペーサーを挟んでいたためにマイナス46ポイントのペナルティを受けており、これにより、 アーンハートの最終戦での逆転を許してしまったので、ある。本作は1990年6月27日に、米国で公開され、1億5792万733ドルの工業収入で成功を収めた。ビデオ販売でも成功を収め、レンタルビデオでは4000万ドルを稼ぎ出す、人気作となった。2013年のナスカーネーションワイドシリーズの第16戦。 サブウェイファイアークラッカー250にてカートブッシュが登場するフェニックスレーシングの1絞れ ASS が本作の46シティシビーのカラーリングで出走し4位入賞を果たした。このイベントはブッシュの発案が発端でフェニックスレーシングにエンジンを供給していたヘンドリックモータースポーツ及びオーナーのリック・ヘンドリックの了解が得られたことで実現した。 レースでは、作中同様に、ピットクルーにアイスクリームサンドが振る舞われ、クルーチーフのニック・ハリソンは、レースは映画の結末のようにはならなかったが、ブッシュはコール、私はハリーの役になりきって、レースを楽しめた。とコメントした。また、作中の最終戦で、コール者が身にまとった、メロイ・イエローのスポンサードカラーは、翌91年のシーズンにて、現実のものとなる。 サブコレーシングの1ポンティアックグランプリ、カイルペティシャに実際にスポンサーとして付き、1991年から94年のシーズン。また、メロイ・エロンは1990年から94年まで、シャーロットの500マイルレースの冠スポンサーも務めた。2015年、チップガナッシュレーシングは2015年のボージャングルズ、サザン500にて、42シボレー SS。 カイル・ラーソン社をメロン・イエローカラーで出走させることを明らかにした。ラーソンは予選を16位で通過し、本戦では8位入賞を果たした。米国では多くの批評家が本作について、本作の4年前に大成功を収めたトップガンの大筋のプロットをストックカーの世界観に焼き直したものだとして否定的な評価を下した。作中の特殊効果もトップガンと類似しており、 トップガン、オンホイールや、トップガンインレースカーなどといった別称さえつけられた。レスリー・ハリーウェルは、ありふれたファミリー向け物語の意見を出ないと評し、マンスリーフィルム・バレッティンは、派手で騒がしいスター、トム・クルーズの乗る車が、ストックカーに似た道路を、ただぐるぐると回っているだけの単純な映画と評した。ロッテン・タメイトスの批評では58人のレビュー。 中止自立は38%であり、トム・クルーズを引き立たせる演出は多いが、他のキャラクターの説明や、使い古されたプロット、稚拙なシナリオを補うには至らないといった意見が多くを占めた。ナスカー史上の無数のネタを織り込んだ要素はあったものの、ナスカーが決してメジャーではない地域ではそうした方向性もあまり理解されず、日本でも概ね米国の批評と似た論評が多くを占めている。 本作について肯定的な評価を下したロジャー・イーバートは以下のように指摘している。本作はある意味でトム・クルーズ映画と呼べる様式に正確にのっとった作品であるトップガン、ハスラーにカクテルで同じ様式が用いられており一部では嫌王の声も上がり始めているが本作の成功はクルーズ映画の主要成分がまだ有効ということを示している。それは 以下のようなものが含まれているであろう。クルーズが演じる若者の性格は常に作中最高の実力を持つ可能性のある素朴で自然な才能のある子供である。指導者となる少年男性は若者が来る遥か以前からその世界で働いており若者の才能を見抜く。時として若者の自由な精神が彼の許容を上回りきつく叱ることもあるが 基本的には、親が子を信じるような信頼関係の中にある。特別な女性の存在。対外は、若者よりも年上で落ち着いた性格。指導者が若者を身体面で指導する傍ら、若者の精神面の指導を行い、支えていくことになる。若者が習得しなければいけない技能の存在。若者の実力が試される舞台の存在。神秘的な伝承や、 専門用語の類が作中に無数に存在し、若者も視聴者も映画を通じてそれを学ぶことになる。正規のような絶対的な目標の存在。それは指導者と若者、その他の人物全てが目指す共通の目標である。序盤の悪役の存在。決まって不良じみた男性で若者を挑発して鍛錬に向かわせる原動力となる。 若者とは初め激しく反目し合うが、火の洗礼のような出来事を経て、友情関係となる。真の悪役の存在。若者の才能、学習能力、ヒロインとの愛、得られた成果のすべてを試すために舞台に立ち、目標の最大の障壁となる、悪意を持つ強い男性である。1990年のシスケルイーバートのクルーズ特番の中で、イーバートは、 クルーズ映画の構成要件として、上記の9項目に加えてクルーズ演じる若者が、感情的に試練に立ち向かうきっかけとなる存在として、品種の友人の存在を追記した。一方、本作は1990年の第63回アカデミー賞において、録音賞にノミネートされている。また、否定的な評価が多い一方で、 本作は同年の第11回ゴールデンラズベリー賞には候補作としても入っていない。2012年にスコットの死に際して雑誌スレートのライターであるスティーブン・メトカーフは本作をアメリカの映画産業の歴史の中で重要な転換点となったと主張した。メトカーフはスコットの撮影した最高の作品がクリムゾン態度であることは疑いようもなく、 トップガンの途方もない大成功により、本作の10年前にアメリカの映画産業に破壊的な影響を及ぼしたマイケル・チミノの天国の門のショックから映画産業を立ち直らせた功績はあったものの、ある意味では、チミノの行為と変わらないことを行っていたシンプソンとブラッカイマーのような制作者を抱えながらも、本作が一定の成功を収めてしまったことで、それまでチミノの事例を教訓としていた、 ハリウッドの業界人の風潮を変えてしまう悪い影響を残したとしている。なお、クエンティン・タランティーノは本作をお気に入りの作品と述べており、あなた方は嘲笑するかもしれないが、本作はグランプリや栄光のルマンと並ぶほど大好きだ。大きな予算、大スター、大監督であるトニー・スコットの存在ばかりが注目されるが、本作は 初期のアメリカンインターナショナルピクチャーズ作品の良い面を引き継いでいると思う。作中の何もかもを真剣に受け止めてしまって論ずる。ことがばかりが正しいこととは私は思わない。とコメントしている。本作は二度にわたり、コンシューマーゲーム向けのゲームソフト化が行われている。詳細は W レイズ・オブ・サンダーを参照開発はマインドスケープで最初に PC AT 互換基板が登場し、その後 NES と a m i ガ g a に移植された。1992年にはゲームボーイ版もリリースされ、後年プレイステーションネットワークや iOS でも遊べるようになった。詳細は W ベ f t オブサンダーを参照開発はパラマウントデジタルエンターテインメントで2009年に iOS 版がリリースされた後、2011年に プレイステーション3、XBOX360、プレイステーションポータブル版が制作された。プレイヤーは、コール、ローリ、ラスの中から、操作キャラクターを選択し、デートナやタラデガを含む12のナスカー公認トラックで、レースを行う。PS3 版は、ナスカーエディションと、副題がついており、デニー・ハムリン、ライアン・ニューマン、トニー・スチュワートを含む12人のナスカースプリントカップ。 ドライバーから操作キャラクターを選択できるようになっている。ありがとうございます。